で、この状態に、今ネープ巻いたんですけど、プレミアムロットを巻いていくんですけど、ペーパーがいらないんですよね。で、すげえ簡単なんで、ちょっと皆さんぜひ見ててください。で、挟んで、これでロックで挟むんですよ。で、くるくるって滑るんで、そのままくるって巻き込むんですね、このまま。で、止める感じで。で、薬剤を、まあちょっといろんなかけ方があるんですけど、薬剤自体を、まあ例えばデジタルパワーみたいなこの辺までつけとけば、まあ上まで巻き込んだら、薬剤ついてないところまで巻き込めば、ゴム跡もさらにつかなくなりますし、かけ方によっていろいろできるんですよね。ちょっと今ここ巻いていきます。ロットの本数も結構少なめで、まあいつも巻くんですけど、このままくるくるくるって巻いてって、はい、でそのまま止めます。結構ちっちゃいやつからロットはあるので、結構仕事が早くなりますね。つけ巻きなんですけど結構早くできるんで、これは結構お気に入りなんですけど、あとデジタルパーマの何だろうな、よくクリップで止めてデジパするじゃないですか。で、その時の放置とかでもこれ使えると思うんで、例えばクリップしないでこれでシングルピンとかでよく皆さん止めてるんですけど、まあ、これ自体でいけるんではないかなと。ちょっとここを大きめにします。ここまでちょっと大きめにして、これ挟んでそのままぐるっていったかないですよね。大丈夫ですよね。でそのままくるくるくるって巻いてって、止めます。サイドは黄緑で、このままこれぐらい早かったら、なんだろう、シングルピンとかで止めるよりこっちの方がよりちゃんとカールも出るし、デジタルパーマとかのとか縮毛矯正の毛先カール、ストカールとかの毛先の部分とか、これでやった方がいいかななんて思っておるんですけど、そう思いますか？わかんない。はい、わかんない。そう思わないですか？思わないですよ。わかんないですか？いや、デジタルパーマの毛先の煮液つける前にこれの方がいいと思いません？デジタルパーマ、デジタルパーマかけた後の毛先の、中間水栓じゃないな、煮剤前にこれの方がいいと思わないですか？わかんない。開けないから。わかんないですよ。デジタルパーマ。デジタルパーマ。ストカールの毛先とかこれでやった方がいいと思わないですか？わかるわけがないですよね。無理やり聞くって。絶対わかんないですよ。なんか面白いでしょ。なんか回ってます、ね、ちょっとくるくるってこれ回ってんのわかります？そう、中くるくるって回って、普通さペーパー使うじゃないですか。でこれペーパー使わないでこれでもかけれちゃうから楽なんですよ、これ待ってる。欲しいと思います？やってみたい。うちで売ってますけど買いますか？売ってるんですか？いや、売ってないですで、これを、前髪も、例えば前髪はね、ほんとね、このままやってパクって挟むんで、くるくるくるってやってもうこのままでできるから簡単。これでパーマをちょっとかけていく、まあ、つけ巻きなんでこのままかけていくんですけど、二材も浸透もしますし、これペーパーがないからそのまま薬剤も中間水栓で簡単にできるんで、ネープはちょっと今日小さめのやつ、このぐらいのやつ、ちょっと素材が違うんですけど、千代田科学さんっていうところで問い合わせてください。これ僕に言われてもちょっと困っちゃうので、はい、プレミアムロット、分かんない人はちょっと聞いていただいてもいいですけど、このぐらい小さいやつもあるんで、ちょっと素材が違って、このピンクぐらいかな、これ今上の方巻いてるこれですね、
これだとね、本当にアシスタントの方でも簡単に巻けると僕は思うんで、でこのまま、時間放置して、中間水洗して二液をつけてっていう流れでいきたいと思う。ちょっと時間ないんでね、ちょっと急いでいきたいと思います。ゴム跡が気になる方は、ここに R ピニングって言ってピンをですね一回くるって、僕はそれをおすすめしてるんですけど、このままでも全然問題ないんですけど、僕はこのピン、これを R ピニングしてこういう感じにします。より根元の跡をつかなくするっていう感じですかね。こういう感じで、これで一材の放置をちょっとしていきます。で、痛い時はちょっとゴムこれずらせば問題ないので、そういう感じでちょっとやっていきます。で、サイドの方もちょっと緩めにかけといた方がやりやすいんですけどね、こういう風にこうクッとやって、まあ、ちょっとサザエさん状態になってしまうんですけど、R ピニングっていうやり方なんですけど、これどう思いますか？これどう思いますか？R ピニングっていうやり方なんですけど、どう思いますか？R ピニング、これどう、いい感じしますよね、この方法。どう思います？やめてほしい。もう話しかけないでほしいですで、前髪もアルピニングこれしていくと跡がこうつかないんですよ。そうするとこの要はゴム跡でこういう風に一回押さえちゃうと跡がついちゃうんですけど、よりですけど、よりこだわる方はこういうアルピニングを使っていくことによって、このロッドの良さがさらに発揮できると思うんですけど、どう思いますか？大丈夫ですか？結構これ画期的だとは思うんですけどね。はい、ということでこのまま急いでちょっと2液つけていきたいと思います。